芝生の病害、殺菌剤で抑えても跡が残っちゃいますよね。素早い回復には患部にメスナをポイッと入れると効果的です。7月も後半になり、そろそろ梅雨明けの時期でしょうか。今年の梅雨は長雨が多かったせいか、我が家も例に漏れず病害が多発しました。ここ1週間は雨の量も落ち着いてきたこともあり、散布した殺菌剤の効果で病害も収まってきてはいるのですが、病害の跡が残っちゃってますね。とりあえず全体にメスナを撒いているのは定期的な計画メスナですが、病害で茶色く枯れたり剥げてしまった箇所を回復させるのにピンポイントで入れるメスナは効果的です。今回は芝生全体には円周傾斜を 30kg1 袋散布したのですが、これで在庫を使い果たしてしまったので、近所のホームセンターで芝用のメスナを買ってきました。買ってきたメスナは流度分布は良さそうな感じなんですが、パッケージに入っている時点で湿り気があるのが欠点です。湿ってる。湿った砂はドロップシーダーでは散布できませんからね。ゴルフをされる方ならおなじみですが、ディポットといってフェアウェイなどから打った時に削ってしまった芝に目土やメスナを入れるのはゴルファーとして最低限のマナーの一つです。この目土メスナは擦り傷に絆創膏を貼るようなもので、ターフを削ってできたへこみを平らにするだけではなく、メスナを入れることで回復が早くなります。病害で剥げたところは枯れ芝などの無駄な有機物が潜入してしまっているので、メスナを擦り込むことで新しい芽や根を伸ばす余地を作り、基礎も確保することができます。メスナより色が黒い目土の方が保水性もあり肥えた土のように思いますが、個人的にはそれがベストとは思いません。色が黒いのは古い植物などの腐食によってできた有機物が含まれているからで、農作物の場合は収穫とともに畑から取り除いてしまうので、化成肥料ばかり使っていると土地が痩せてしまうことから、有機肥料も適宜使用することが勧められています。一方で芝は一度植えたらずっとそのままなので、生育とともに土壌には嫌でも有機物が堆積していってしまいます。芝生管理者はそれをコアリングという作業で一生懸命取り除いているのですが、そこへわざわざ有機物を足すのも変ですよね。だから保水性、保肥性を意識して、有機物を含む芽土や堆肥などを後から入れる必要はなく、十分な透水性と基礎を確保するためにメスナで良いというわけです。砂 100% で芽土を作り、芝を張ったばかりで水はきが良すぎて困るというのなら、保水性、保肥性を考慮して芽土や堆肥を入れるのはありかと思います。実際のところ一般的なご家庭の芝生はマサトのような床土で作られていて、水はけの悪さに悩んでいるという方が多いのではないでしょうか。そのような芝生には私としては土ではなく砂を入れることを強くお勧めします。芝の多くの病害は土壌伝染、うばい伝染であり、病害が発生する箇所は水はけが悪かったり、サッチが堆積して水や栄養分を含んでいる状態が長時間続くような環境にあるので、病害も発生しやすくなります。そこに保水性、保肥性に富んだ芽土を入れるのは逆効果というのは言い過ぎでしょうか。私としてはそのような箇所には単なる砂を入れてあげる方が良い気がします。
逆に野芝、高麗芝で発生する立ち枯れ病の原因菌であるゾイシアデクラインは乾燥を好むので、立ち枯れ病が発生したところにはメスナではなく芽土や保水性を上げる資材を入れてあげると良いと思います。私も効果を期待して盲信的に殺虫分解剤とか微生物資材などをよく使っているのですが、殺虫を分解するとか病害に強くなるという効果を謳った〇〇菌などの微生物資材は実際には科学的な根拠がないそうで、微生物学や生化学の常識を逸脱している場合が多く、ある種のマイナスイオン的な商法に近いということも耳にしました。条件によっては散布した微生物資材がうまく作用することもあるそうなのですが、土壌中の菌類の均衡によって大抵は数日で元の状態に落ち着くので、微生物資材に含まれる菌類はほぼなかったものになるとのことです。無意味とは思いませんが、微生物資材などには夢を持たず、きちんと水はけを改善し、サッチングやコアリングで土壌中の有機物を物理的に取り除き、適切な芝刈り、散水、施肥を行うことで、その土地風土に合った良好な微生物の環境に整えることが最重要で、微生物資材は補助と考えるぐらいがちょうど良いのかもしれませんね。グリーンキーピングと農学は別物です。農学は農作物生産のため、より美味しい作物、よりたくさんの収穫のための学問であり、一方で芝生の管理はグリーンキーピングに位置付けられるので、農業での常識でも芝生の管理とは切り離して考えることも必要じゃないかと思います。まずは病害で傷んだ箇所や育ちが悪い箇所にメスナ散布を試してみてはいかがでしょうか。このチャンネルでは自宅でパッティンググリーンを仕上げる様子を公開していきます。ご視聴ありがとうございました。